皆さんこんにちは。ヨガ瞑想講師の千恵です。さあ、今日のテーマはインストラクションによって生徒さんの体験が変わるのかというところがテーマになっています。さあ、どんなふうに行っていきたいかというと、一つのポーズに対して違ったインストラクションを2種類行ってみます。で、実際に皆さんも一緒にポーズをとっていただいて、自分の体感覚がどんな風に変わっていくのか、自分の体験がどんな風に変わっていくのかっていうのを、実際に感じていただきたいなと思っているので、本当に簡単なポーズを2つ選んでみたので、一緒にポーズを行ってみてください。で、ポーズは先ほど2種類と言いましたけど、先にどのポーズをやるかっていうのをお伝えしておきますね。で、1つ目は体の脇を伸ばしていく側屈、痛くないところ、呼吸が苦しくないところまで倒していただければ大丈夫。そしてもう1つは座った状態で背骨を動かしていく、要はキャット&カウ、キャット&ドッグ、4つん這いでは通常行っていきますけど、それを座った状態で行ってみます。背骨を丸めて、そして反らせていく、この動きですね。この2つのポーズをとっていきます。では早速ポーズをとっていきたいなと思っているので、まずは体をの脇を伸ばす側屈のポーズから行っていきます。さあ、座った状態だったら正座でも、または安楽座でも大丈夫なので、安定する姿勢を選んでいきましょう。ぜひポーズを取る間はまぶたは閉じてほしいなと思うので、まぶたをゆっくりと準備ができたら閉じていきましょう。さあ、まず最初のテーマは呼吸です。さあ、まぶたをゆっくりと閉じたら、ご自身の呼吸に意識を向ける。息を吸うと胸やお腹が膨らんでいくし、吐くとまた元に戻っていく。その様を少しの間感じてみましょう。さあ、ご自分の次の吐く息でいいので、吐く息とともに両手は体の脇へと下ろしていく。そして吸う息、ゆっくりと自分の左の手を天井方向へと引き上げていきましょう。息を吸い切ったら吐く息とともに体のをゆっくりと右側へと倒していく。さあ、そこで呼吸、苦しくないところまで倒してあげること。呼吸がゆったりとできるところまででいい。たくさん倒そうとしなくて大丈夫。さあ、息を吸うと体の内側からゆっくりと広がりを感じていきます。吐く息になるとまたそれがゆっくりと元に戻っていく。吸えば内側からの広がり、そして吐くとまた元に戻っていく。そんなところに意識を向けてみる。では、ご自身の次の吸う息でいいから、ゆっくりと上体を引き上げてきて、吐く息とともに手を楽な位置へと下ろしていく。さあ、今度反対側は、マインドフルネスをテーマにしたインストラクションで行ってみます。OK、もう一度まぶたをゆっくりと閉じていきましょう。さあ、吐く息で一つ肩の力を抜くように。さあ、吸う息が来たら今度は右手、ゆっくりゆっくり上げてみます。ご自身の腕の重さ、そしてどのあたりを指先が通っているのかも繊細に丁寧に感じていく。ある角度に行けば腕を上げるのに痛みや違和感を感じる部分があるかもしれない。
そんなことも感じてあげながら、ゆっくりと腕を上げ切ったら、吐く息、背骨が横に倒れていく、それをじっくりと観察してあげます。苦しくないところまでこっちも倒していく。さあ、上半身の重さなども感じながら、倒しきったらもう一度そこで呼吸。さあ、呼吸をしながらも意識はいろんなところに飛んでいきます。腕がだるくなってきたなとか、あ、こんなところが伸びてるなとか、ここが気持ちいいなとか、もしかしたら全く別のことが浮かんでくるかもしれない。もし別のことが浮かんできたら、一度自分の体の感覚や呼吸に意識を戻してみて、また自分の意識が飛ぶところを捕まえ続けてあげます。指先の感覚、どこかの違和感や痛み、心地よさ、自分の呼吸、そんなところをじっくりと感じてあげながら、 OK、 では次の吸気が来たら、またゆっくりと上体を起こしていく。上半身、背骨がまっすぐになっていく様を観察しながら、吐く息で腕の重さ、そしてその感覚、繊細に意識を向けながら腕を下ろし切る。下ろし切ったら、そのまぶたを閉じた状態のまんま、自分の右半身、右腕、今伸ばしてきたところや動かしてきたところの感覚、どんな感覚があるのかに意識を向けてみる。さあ、皆さんどんな感じだったでしょうか。さあ、そして今度は2つ目入っていきたいなと思います。さあ、2つ目は冒頭お伝えした通り、背骨を丸めて反らしていく、この動きを2つのインストラクションで行ってみます。さあ、最初に行っていくのはさっきと一緒、呼吸になります。自分の安定する姿勢して大丈夫なので、安楽座でも正座でも大丈夫。さあ、両手をまずは膝の上、正座でも膝の上でいいです。置いていきましょう。 OK、 ではまずは呼吸を整えていきます。一度息を吐くようにふーって力を抜く。さあ、そこから息を吸って、気持ちのいいところまで吸えたら、次の吐く息が来たら、ゆっくりとその落ちていく胸も一緒に感じてあげながら、背中を丸めて息を吐き切るところまで、お腹もぐーっと縮めて息を吐く。吸うと胸は開きたくなるので、ゆっくりと胸が前に出てきて、背骨が長くなるように心地のいいところまで息を吸う。また吐く息で胸が落ちていく。それと一緒にお腹もゆっくり後ろに後ろに、骨盤も後ろに後ろに。吸って骨盤前に傾けて、気持ちよく胸が開いていって、息を吸い切るところまで吸ってあげたら、吐く息、吐く息が主体になるように、いつもやってるキャット&カーの背骨の動きとはちょっと違うかもしれない。呼吸で体が動いていく、そんなイメージを持ってあげましょう。吸うと胸は開きたくなるし、吐くと自然と胸は落ちてきます。その動きに体の動きは合わせていく。しっかりと吐き切るところまで吸って、胸が開ききる、背骨が伸びきって、心地よく息を吸い切ったら、吐く息ふー、
さあ、ラスト1回、心地のいい呼吸です。吸い気、背骨を伸ばして、首も長くしてあげる。吐く息が来れば、ふう、背中が丸くなって肩も内側に入ってくる。お腹もぐーっとへこんで骨盤は自然と後ろへ息を吐き切ったら、吸い気で背骨をまっすぐ。OK。さあ、今度は2つ目。マインドフルネスをテーマにしながら同じ動きを行ってみましょう。では、準備ができたらまぶたはゆっくりと閉じていく。さあ、一度呼吸をする。吐く息、ゆっくりと必要のない力を抜くようにしながら息をふう。さあ、心地よく息をゆっくりと吸って、次の吐く息が来たら骨盤を後ろに傾ける。その動きが徐々に背骨を伝って上へ上へと伝わっていきます。背中も広がっていく。そして頭も前に傾けて、視線を最後におへそへと向けていくように、吸って、今度は骨盤が前に傾く。そうすると腰が反れていく。胸が前へ斜め上に押し上げられて、ゆっくりと視線が斜め上、首も長くなる感覚も感じながら、吐く息、骨盤後ろ、背骨がどんな風に動いているのかを観察してみます。骨盤から起きた波を上へ上へと繊細に伝えていく。吸い気、また骨盤スタート。さあ、その動きの波が徐々に上に伝わってくる。腰、胸、そして首、最後に頭のてっぺんまで。吐く息が来たらふう、後ろに傾けて。さあ、どんな感覚がそこにあるのか、意識を広く持ちながら、吸って前、吐く息、骨盤が後ろ、繊細さ、丁寧さ、背骨が一つ一つ鋭敏に感じてあげる。ラスト1回、吸って骨盤が前に、お腹の奥がスーッと引き上がって、腰を長くするようにしながら胸を開いて、気持ちのいいところまで息を吸う。そして吐き始めると骨盤は後ろへ。さあ、腰も丸々、背中も丸々、肩甲骨広く広がっていく。首も前に傾けて息を吐き切ったら、吸い気で背骨ゆっくりとまっすぐに積み上げていきましょう。さあ、少しまぶたは閉じたまま、今そこにある感覚自体に意識を向ける。では次の吸い気が来たら、ゆっくりとまぶたを開いていきましょう。さあ、皆さん、体感それぞれで変わったでしょうか。変わってなかったらどうしようかなと思うんですけどもはい、インストラクションによって生徒さんの体験が変わる、
そんなところを今日はテーマにして、2つのポーズを取ってみました。ぜひ自分が、ポーズを取るにあたってもそうだし、クラスにて誘導する際も同じように、自分の何をテーマにするかによって、言葉のチョイスは変わってくるはずなので、少しそんなところを意識してみてください、はい、それでは今日もありがとうございました。